いいでしょうか。皆さん方は今この高等裁判所で働いている職員の皆さん、3人の秘書は、控訴棄却を、言い渡されたら、すぐにあの裁判長から、時間がかかるんで、あの判決理由を、申し述べるのに3時過ぎまでかかると、つまり1時間半以上かかるから、元の席に戻って着席してくれて言われまして、その時ですね、やっぱり戻る時あの3人の秘書ともこう鎮痛な表情でしたね。こう下を向いて、いや、うん、今日東京高裁におきまして陸山会事件の高裁判決が下されました。私からこの高裁判決に関してコメントを申し上げたいと思います。本日私に対する政治資金規正法違反被告事件について控訴審判決が言い渡されました。判決は第一審の有罪判決を支持し控訴を棄却しました。私はこの判決を不服として本日直ちに最高裁判所に上告いたしました。控訴審判決は事実を誤認し法律の解釈を誤り憲法に違反したものです。私は水谷建設から5000万円を受領したことは絶対にありません。また私が故意に収支報告書に虚偽の記載を行った事実もありません。また私が控訴審は私が提出した多数の証拠をことごとく却下し調べようともしませんでした。このような控訴審の態度は極めて不当なものであり到底承服することはできません。野沢さんが無罪になった以上石川さんは当然無罪であるというのがですね、素人の私の考えでしたがですね、残念ながらですねその思いは果たせれませんでした。私は不思議でならないのは、今日マスコミの皆さん方も検察リークによって書いたと思いますが、西松建設から5000万円もらった水谷建設から5000万円もらった、これが小沢さんの事件でもテーマになってないですね。しかし5000万もらったということで国民の印象は極めて悪くなったんじゃなかったんでしょうか。